こんにちは、モニッコです。ビデオスタジオの初級講座、今回はピクチャーインピクチャー関連についてのおさらい、基本ですね、こちらをやってみたいと思います。まず最初にですね、画面の大きさ関連のツールについて大まかに説明したいと思います。大きく分けて4つですね。単純にオーバーレイに重ねた画面の大きさを調整するだけであればですね、これはもうプレビュー画面の上でドラッグしていただくと簡単に調整ができます。次に大きさプラス移動とかですね、回転をさせたり、そういった操作をする場合には2通りあります。一つはモーションの生成のツール、またほぼ同じ機能でフィルターのピクチャーインピクチャーというですね、そういったフィルターもあります。このピクチャーインピクチャーのフィルターなんですけれども、昔からついているビデオスタジオのフィルターなんですけれども、細かい操作に関しては正直モーションの生成の方がプレビューがですね、分かりやすいので、実際の操作をやりやすいと思います。次にですね、オーバーレイの動画の好きな部分にズームをかけたいなんていう場合はパン&ズームというフィルターを使います。そして最後にオーバーレイの動画の好きな部分を好きな比率で切り取りたいという場合はクロップという機能を使います。ではそれぞれの解説をですね、一つずつやっていきたいと思います。まず今こちらのタイムラインにですね、いくつかこれ動画並べてありますけれども、これ最初にご理解いただけると思いますけれども、一番上のこちらのレイヤーですね、一番上のレイヤーは当然のことながらこれバックグラウンドですね、背景のレイヤーになっています。そしてこの旗を振る動画ですね、こちらが上に重なっているオーバーレイのトラックです。まずこのオーバーレイのですね、画面中の大きさやレイアウトを変えたい場合ですね、いくつか方法がありますけれども、一つはもう画面の中で直接このようにドラッグして位置を固定します。そして画面の大きさを調整する場合は必ずこの四隅のですね、位置でカーソルが変わった時に引っ張ると縦横比固定のまま変わります。そしてですね、この画面の中にある緑のポイント、四隅にありますけれども、この緑のポイントを選択すると画面をですね、歪ませることができます。こんな感じですね、これはあまり使わないと思いますけれどもね。さあ、それでは次にオーバーレイトラックをアニメーションとしてこう移動させたい場合ですね、これはもう何度もやっておりますけれども、モーションの生成というツールを使います。オーバーレイの動画を選択している状態で右クリック、モーションの生成を押します。ここでスタートとゴールのポイント、例えばスタートの位置端に置いて、ゴールポイントはこちらの右端みたいな感じでやっていただくと、こうした感じで移動するアニメーションが作れます。これ途中でですね、大きさのサイズを、例えば真ん中辺でサイズを 80% にしたいなんていうことをやっていただくと、大きさが途中で変わってまた小さくなるような、こんなアニメーションも作れますし、途中でこんなカーブとかですね、直線的な移動をさせるということもできますし、シャドウをつけたりですね、ミラーリングですね、こうした映り込みなんかをつけていただくようなこともできますのでね、いろいろな操作がこちらでできます。さあ、もう一つのこのオーバーレイの移動としてはですね、フィルターのピクチャーインピクチャーですね、これピクチャーインピクチャーというのを適用するとこのオーバーレイで移動することができるんですが、ピクチャーインピクチャーを使う場合はまずですね、このオプションを開いていただいて、画面のサイズをですね、こちら画面サイズに合わせるという形で、まず同じ大きさに重ねる必要があります。その上でこちらマスクですね、クロマキーマスク
こんな感じでマスクをかける必要があります。その上でこちらですね、専用のプレビューウィンドウを使ってやりますけれども、こちらプレビューウィンドウに表示というキーが入っていると非常に重たいですから、このチェックを外します。そうするとこの画面だけで作業が行えますのでね。ここで基本的には先ほどの先ほどのモーションの生成とかなり似ている操作になります。こんな形で、まあ 50% ずつこう移動させたりですね、 50% の大きさで移動させたりとかですね、まあ、どちらがやりやすいかは好みだと思いますけれどもね、まあ、透明度調整したりとかで、ね、そういったこともできますのでね。この画面の操作がですね、この専用のコントローラーでやるよりは直接プレビューウィンドウでできるモーションの生成の方が私はやりやすいのではないかと思います。こんな感じですね。さあではですね、次に、それでは2つ目はこちらですね、オーバーレイのトラックのですね、中、こちらのズーム、これをかけるための機能ですね。このビデオのパン&ズームというのをかけてみます。こちらもオプション画面を開いてフィルターのカスタマイズですね。こちらは例えばスタートのポイントは全画面、これをコピーしておきますね。そしてゴールポイントはすごくズームをしていく、まあ、これ特定の場所にズームでもいいですし、同じ場所にズームでもいいですし、そうするとどんな感じになるかと言いますと、こうだんだんズームしていくというような感じになります。もう少し極端な方がいいかな。この端っこのキャラクターにズームしていくという形で OK を押すと、中の動画だけがこうズームしているのが分かりますよね。こういった操作をします。これもちろんここにモーションの生成とかを加えれば、この動画をぐるぐる動かしたりすることもできます。さあ次にですね、今度は特定の場所だけを切り取って使いたい、いわゆる縦横比がこの16対9ではない真四角に切り取ったりとか、そういったちょっとマスク的なことをやりたい場合はクロップというフィルターを使います。クロップのフィルターをこの動画に載せます。そしてオプションのフィルターのカスタマイズですね。さあここで、まあ、ずっと一定にした方がいいと思います。真四角のように切り抜きたい場合は幅の方ですね、例えば 25% みたいな感じで、もう少しかな、このぐらいですかね。ここでパーセンテージで調整して、こんな感じで位置を調整します。これずっと固定の方がいいので、コピーをしてスタートのポイントですね、スタートの赤いポイントをコピーしてゴールポイントも貼り付けてください。これでずっと一定のところですねだけ切り抜いたようになります。 OK をします。それでは大きさを調整していきます。ここでまずオプション、画面サイズに合わせる、そしてマスク&クロマキー、オーバーレイオプションを使用、今回はこのビデオマスクでいいと思います。さあこんな形で一部分だけが切り取られました。大きさの調整は一番最初にやりました画面全体の位置ですね、
これで調整していきます。またこれにモーションの生成を使ってですね、動かしたりとかそういったことももちろんできます。それでは次にですね、今これ2つの動画ファイルが置いてありますけれども、この2つのですね動画ファイルを画面で半分ずつ区切っていこうと思います。区切って並べていこうと思います。ではまず下側のレイヤーですね、こちらにクロップを入れます。上のレイヤーの方にもクロップを入れておきます。それではそれぞれの調整をしていきます。まずオプションを開いてフィルターのカスタマイズ、さあここで半分にしたいので高さを 100% ですね。そして幅はこのままでいいと思います。さあこの状態でスタートのポイントをコピーしてゴールポイントに貼り付けします。さあそして配置オプションでこちらですね、画面サイズに合わせる、あとはこちらをこの切り取った部分がですね、画面の端面にですね、行くようにレイアウトします。これで OK です。続いて、上に載せる映像です。こちらをまず、タイムラインの位置合わせをします。そして、クロップのフィルターのカスタマイズです。こちらも高さを 100%、幅は 50%、スタートの部分をコピーします。ゴールポイントをクリックして貼り付けます。OK をします。では次に配置オプションで画面のサイズに合わせます。なんですけれどもこちらですね、上に重なる部分はこれ黒巻きをかけてこの左右の黒い部分を削ってあげます。オーバーレイオプションを使用で黒巻きですね。黒に合わせてこちらの近似色調整の部分ですね、こちらで黒い部分を完全に削除します。これで OK ですね。あとはこちらを画面の真ん中に来るようにですね、端の線が画面の真ん中に来るように移動させてあげます。これで OK です。こんな感じでいいと思います。さあどうでしょうか。2つの画面で自分で好きな部分をですね表示させるような動画ができました。こうした使い分けをですねきちっとやっていただければかなり狙った映像が作れるのではないかと思います。今回はここまでになります。